ある日の昼休み。ひらめいた。サンドイッチ馬券作戦。皆さんこんにちは。今日は馬券検証やっていきます。普通のサンドイッチ馬券は1着、3着に1番人気と2番人気を置くのですが、今回はアレンジして1着、3着には2番人気と3番人気を配置して2着には1番人気と決闘的に押せる馬を配置します。2番人気、3番人気を1着、3着に置いて爆発力をつけて、2着に穴馬と1番人気を配置することで、大荒れにも硬い決着にも対応可能にしました。2着に配置するのは、5頭で投資も抑えています。普段はあまり買わない3連単、10万馬券とか期待しちゃっています。それでは、桜花賞デーの阪神競馬で検証スタートです。サンドイッチのパンになる2番人気は10番、3番人気は13番。つぶさになる相手は1番人気の9番とダート決闘の 1.6.7.16 の5頭です。軸の10番は中段の外目、13番は外の3番手。相手の7番が逃げて、1番、16番も後衛につけて、最後の直線です。コーナーが直線に向かいました。先頭ですが、わずかに7番の名将火造り。名将火造りが先頭です。そして2番手の位置ですが、ずっと吉祥が上がっておりますが、名将火造りが突き放している。そして3番手から2番手を伺っているのが、13番のお松様、お松様。3番手から2番手上がって、相当からぐんとクイーンズジュピターが伸びて、2番手争いに一角加わってくる。先頭は7番の名将火造り、名将火造り合理。2着には最後9番クイーンズジュピター。呆然と足を伸ばしてた。軸のパンは1番と7番。具になる相手は10、11、13、14、16で、1番人気とダート短距離に適性がある決闘からチョイスしました。軸の1番と7番は先段をキープ。相手の馬は中段で競馬を進めて、最後の直線へと向かいます。2番手から前に並びかけて、さあ直線。直線に向かいました。先頭ですが、5番のソーマレイオー、ソーマレイオークランシリーニが現在2番手の位置。外から7番の大勢エピソードが3番手から2番手、今度は残り200を通過して前に並びかける。その後の集団からは10番のエーシンデュエラーなどが足を伸ばしてくる。さあ先頭は抜けた7番の大勢エピソード、3馬身4馬身のリード、2、3番手争い大接戦になりそうだ。先頭は7番の大勢エピソード、大勢エピソード合理。2着争い最後14番のタナファイターも外から横伸びています。間10番のエーシンデュエラーなど26万馬券、逃したー。軸になるパンは6番と15番。具になる、相手は1番人気の14番と、ダート中距離に適性のある決闘の5、8、11、16の5頭。相手に勝っている11番が逃げて、軸の2頭が後衛から追いかけて最後の直線を迎えます。直線に向かいました。先頭ですが粘り込みを図ります。今日も逃げています。エオーサンドニです。そして2番手の位置ですが、6番のクロニクルがつけている。そしてその後は若干開いて単独3番手15番のマテンローマジック、その後はさらに開いている。残り200はすでに通過している。先頭は粘る粘る帝王サンドニ、帝王サンドニが粘っている。外からクロニクル並んでかわした。先頭はクロニクル、クロニクル先頭ゴリ。2着11番の帝王サンドニ、高めでお願いします。3着は15番のマテンローマジックです。安い。しかし、この的中から、うつ主の快進撃が始まる。パンになる軸は1番と3番。具になる、相手は、1番人気の9番と力のいる、馬場が得意な芝決闘の馬、5、11、16、18の5頭。軸の1番と3番はうちの合意をキープ。相手に勝っている馬も前段から中段に構えて最後の直線です。
直線コースへと向かってまいりました。広重ダンディが先頭です。山勝オリオンが2番手です。3番手の位置、3番のエナジーグラ、3番手から前に接近できるか、内から1番のトラーパニです。前の争いですが、広重ダンディが粘る粘る、広重ダンディ粘っているが、外をつきましては3番のエナジーグラン、ルーパルテールが外から足を伸ばしてくる。さあ先頭は1番のトラーパニが抜けている。さあ内から抜けた1番のトラーパニ、トラーパニ先頭で今ゴリ、2着には最後、それからはルーパルテールよく足を伸ばしております。5万馬券ゲット、これで今日は勝ちか。4レース目で勝ちを確定させましたが、ここから5レース、6レース、7レースと3連敗。利益、10万円に向けて、そろそろ当てたい8レースを迎えます。軸のパンは7枠の2頭。10番、11番。気になる相手は、1番人気の7番と、ダート中距離向きの決闘の1、5、6、8で勝負です。相手で勝っている8が逃げて、それを軸の10番、11番と相手で勝っている5番が攻撃で、追走して最後の直線です。ナスカ。今度はわずかに10番リリーミニスター先頭か、食い下がって8番レガーメペスカ2番手か、しかしまだ並んでいます。外は5番のテインベンチャー現在3番手、その後方に11番名将三河4番手、5番手4番イルミネーター、その後ろに7番フランスゴデイナ伸びあぐねている。先頭は10番リリーミニスター、並んで5番テインベンチャー、外は11番名将三河、広がったが11番名将三河が出た。11番名将三河差し切って先頭ゴール。2着は5番のテインベンチャー、3着接戦。どっちだ。今マイクでの説明があるようです。はい、見盛りの東関親方です。審判長の高見盛りです。8番の穴が残っているのではないかと物言いがつきましたが、行事軍配通り10番の3着とします。また5万馬券的中で合計払い戻し金額は11万オーバーに。この後はメインの桜花賞も含めて4連敗。しかし総払い戻し金額は11万円を超えて、10万円以上の利益を出すことに成功。サンドイッチ馬券と決闘のコラボは大成功になりましたが、軸を2番人気と4番人気にしてたら、もっと利益を上げれていたので、その検証もいつかしてみたいと思います。今日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。